こんにちは、元山兄弟のせいやです。元山兄弟の高大です。さて、成人式終わりましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？いやー、楽しかったね。楽しかったね。楽しかったね。めっちゃ良かった。めちゃくちゃ楽しかった、ね、新成人のなんか何あのピュアな笑顔、ね、すごいよね。なんか久々にあの笑顔に触れたというかさ、うんうんうん、笑顔ってこんなに綺麗なんだとかなんか思ったよね。可愛いと思いながら見た。ね、可愛かった。すごい良かったよね。良かったよね。楽しかったな。新成人もね、すごい楽しんでくれてて。ね、うん、でも何よりさ、スタッフが一番楽しんでたよね。いや、本当本当。それは本当そう思う。ヘアメイクさんも、なんか現場スタッフでね、手伝ってくれた方も。うん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 、みんな楽しんでくれてたね。ね、それがすっごい良かった。全員なんかエネルギーも分かったしね。ね、みんな笑顔だったしね、うん。確かに。なんかやらされてる感でさ、みんな知ってなくてさ、うん、なんか何ができるかなって、自分今手空いてるからできることないかなってみんながこう探してて、みんなに気使いながらさ、うん、気配ってさやっててさ、すっごいいい環境だったよね。本当素敵な空間でした。ね、うん、見てて多分良かったもん。ね、うん、現場に行ってて。本当よね。でなんか中にはさ、新成人もさ、ほら、うちのレンタルとあの着物持ち込んで着付けっていう2パターンがあって、うんうん、で中にはさ、うん、その着付けで持ち込みで持ってきてたけど、うん、なんかコールの着物着て、あ、見てそっちの方がいいってなって、うんうんうん、当日帰ってさ、うちのレンタルにしてくれた子とかいてさ、ね、あれめちゃくちゃ嬉しかったね。ね、嬉しかったよね。やったと思ったもん、ね、やったって思った。おう、うちの着物着てくれるんだってなったよね、うん、なんか認めてもらえた感がちょっとしたよね、うんうんうん、で他の子とかもなんか他で、うん、あのカメラマンさんから話聞いたんだけど、うん、あの持ち込みで着付けてて、で周りの子見ててなんかレンタルすればよかったってボソボソってみんなで話してたりとかしてたみたいで、うん、めっちゃ嬉しいって思って。嬉しいね。また来てほしいね。まあ、いつでも着ようと思えば着れるからね、うちの着物。そうね。そのバーね、新店舗でバー出したらそこではね、店内ではもう無料にしちゃいたいし、来てほしいね、いろいろ ね、 ね、楽しかった。そう、あと新成人の子から連絡来て、うん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 、あのコールさんで働きたい、うん、就職したいと思いましたって連絡くれて嬉しい。めっちゃ嬉しいよね。うん、何それ嬉しい。おー、マジでと思って、ね、ぜひぜひって言っちゃった。いやいや、一回待っといて、ちょっと待って言っちゃったけど、今ちょっとぜひお願いしますって言ったんだけど。あ、ほんと、ちょっと待っといてほしい。いや、嬉しすぎてさ。ね、嬉しいよね。ね、よかった。なんかいろんな人がつながってさ、うんうんうん、まあ僕らともそうだし、新成人とヘアメイクさんとかさ、うん、新成人の着付け師さんとかさ、めっちゃ仲良くなってたよね。めっちゃ仲良くなってた。あのインスタ交換したりとかしててさ、ね、新成人のことヘアメイクさんと、うん、なんか撮影の現場にもヘアメイクさん来ててさ、うんうんうん、あのなんかお母さんかいみたいな感じでさ、やってくれててさ、いや、お母さんやったな。めちゃくちゃ嬉しかったね、あれはね。我が子のようにしてくれてたわ。みんな楽しんでたよ。めっちゃ良かった。ね、なんかね、これ本当僕らが救われましたね。なんかさ、うん、プレゼントしたいと思ってたけど、ああやって笑顔を見れたりとかさ、うんうんうん、人がさ仲良くなってるの見るとさ、なんかこれって企画してよかったなって思うし。ね、なんか途中からプレゼントしてる感覚マジなかったよね。うん、あのしてもらってました、ね、完全に。本当にそう思う、うん。だからこの企画をさせてもらえた、まあね、うん、あのスタッフさんもそうだし、新成人の皆さんに本当ありがとうって思うよね。本当ありがとうございます。ね、だから今後。やっていきたいね、こういうの。ねえ、ちょこちょこやっていきたいよね。うん、成人式に限らずさ、うん、なんかさ、プレゼントするっていう企画をさ、うん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 、それこそさ、ちゃんとクラファンでもさ、今回さ、なかなか目標までは達せなかったけど、うん、だからその、足りない分はうちで出しますっていう感じでもやったけど、うんまあ、なるべくね、頑張って集めれるようにして、そうね、それがどんどん、毎度かなんか恒例になっていけるようにさ、うん、ちょっと頑張っていきましょうよ。いきましょう、頑張りましょう、ね。今後もやっていきましょう。よろしくお願いします。やっていきましょう。うん、楽しかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。